はい。皆さん、こんにちは。今日は、待ちに待った、ボイスピークのソフトが、AHS さんから発売になりました。6話者プラス、子供ボイス、この7つの話者で構成されています。そして、今、画面にありますように、もう難しいことは何もありません。一つ一つのブロックで、どの声を使うかというのを選択するだけです。そして、右側で、 速さ、高さ、ピッチですね。そして、ポーズの長さ、音量。この4つの基本構成の設定で喋ることができまして、そして感情表現に、幸せ、楽しみ、怒り、悲しみという4つのパラメーターが、一つ一つのブロックで設定することができます。ですから、一番最後のところに、子供ボイスを、 速さとかピッチをそのブロックで変えることができます。入力したりするときには今真ん中のところでテストしますけれどもエンターキーを押すと2つに分かれます。このようにですね。そしてバックスペースをするとこのようにまた1つにつながります。基本はこれです。そして画面上部にそれぞれ全体の速さ、 そして全体のピッチ、全体のポーズの長さ、そして全体の感情表現をこのようにしてセッティングすることができます。ここでプリセットとか登録したりできるようになっています。これは個別も一緒です。ここで個別に設定することができます。また、このアイコンは辞書登録です。ここで辞書を開けましたら、 通常プラスというマークは初期の段階では発音はしません。これにはこのようにプラスということでそういう読みを設定します。そしてアクセントと各々の名詞だったりというような条件と優先度を変えることができます。優先度は10段階でできますので単語を登録します。 キューベースという言葉を登録したいと思います。そうしましたら、ここでキューベースという風に打ちます。こうですね。そしてここでカタカナでキューベースと打ち込みます。そうするとアクセントを設定できます。キュー,ーキューベース。 ですから、ここぐらいから落としたら、ーベースはこのようになります。はい、僕なんかは関西人ですので、どちらかというとこういう風になって、最後には、和という言葉がついて、必ず登録となります。品種はこのようにいくつか設定ができます。 そして優先度というのを指定できて AI が勝手に変えてしまわないように優先度をここで変えることができますしそれは後からでも編集が効きますそして保存をしますこのように登録ができるわけですちょっとそれでは上から順番に喋らせてみますすべてのキャラクターいわゆる7つの 音で喋らせてみます。ちょっと聞いてみてください。皆さん、ボイスピークが新登場です。TTS の新世代が始まります。TTS とはテキスト2スピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。また、6話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。 TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストツースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。また、録話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストツースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。 また、六話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。また、六話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。 TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストツースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。また、録話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストツースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢に喋ります。また、 6話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。皆さん、ボイスピークが新登場です。TTS の新世代が始まります。TTS とはテキストツースピークの略で、音声合成のトークボイスということです。とても流暢にしゃべります。また、6話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。はい、このようにしゃべります。そして、 今一番最後のところは速さとかを少し変えてましたけれどもここでもう少しゆっくりに喋らせてみますそして高さもちょっと低めに女の子の声をしてみますこれでどうか試してみます皆さんボイスピークが新登場です TTS の新世代が始まります TTS とはテキスト2スピークの略で音声合成のトークボイスということです とても流暢に喋ります。また、録話者プラス子供ボイスで構成されています。村長という言葉も登録しました。今回のとっても素晴らしい機能は、字幕ファイル SRT というファイルの読み込み機能がついたということです。以前に AHS さんにレコッテスタジオの時に字幕ファイルを読み込むことができないかということを 一度相談したことがあります。またいつか検討しますとおっしゃっていましたが、このボイスピークでそれがつきました。ちょっとその辺のところをやってみたいと思います。ここに簡単なサンプル動画を作ってみました。どんなものか聞いていただきましょう。はい、今日は音声合成やゆかりネットコネクターの勉強をしたいと思います。今日はいい天気ですね。 でも、とっても寒いです。こんなことを喋りながら見本を作りました。さあ、頑張ってやってみましょう。こんな動画です。これを、どんなソフトでもいいんですけれども、無料で便利なソフトで、ブリューというソフトがあります。そのブリューを立ち上げます。これがブリューの画面です。このブリューに、先ほどの動画を読み込みます。 このようにすると、形式を変換しますというようなダイアログが出ますので、変換というのを押します。そして保存します。はい。そうすると、音声認識の言語を選んでくださいというふうに出ますので、日本語を選びます。そして確認を押します。すると、このように分析が始まります。しばらくすると、 この音声を認識することになります。このように文字の認識が行われました。それではこれを若干編集していきます。2行になっているものを1つにまとめたいと思います。このようにしてクリップを結合という風に選びます。もしくはコントロール E です。このようになりました。はいで点を打っておきます。 はい。今日は音声合成や、ここで、ゆかりネットなんですけれども、これを打ち直しておきます。ターも伸ばしておきます。そして次は、今日はいい天気ですね。 でも、とっても寒いです。これも、丸を入れておきます。はい、次の行を見てみます。こんなことを喋りながら見本を作りました。さあ、頑張ってみましょう。このようになりました。例えば、上の行なんかは、少し短くするために、はい、今和で、分割することもできます。 音声合成やゆかりネットコネクターの勉強をしたいと思います。これはこれでいいですね。このようにこれを編集します。一度どんな感じになってるか聞いてみます。ブリューは音声をこのように字幕を作りながら出すこともできます。はい、今日は音声合成やゆかりネットコネクターの勉強をしたいと思います。 今日はいい天気ですね。でもとっても寒いです。こんなことを喋りながら見本を作りました。さあ頑張ってやってみましょう。はい。こんな感じですね。そしてこのように音声が認識されましたら上のファイルメニューから他の形式でエクスポート。これを選択します。そして字幕ファイルというのを選びます。 そうしまして、基本字幕というのにします。翻訳もできるんですけれども、今日はそこの部分はやりません。エクスポートを選びます。じゃあここでデスクトップにエクスポートしてみましょう。このようにして保存をします。そして、ホルダーを開くというのをします。このように、 SRT という形式のファイルができたわけです。それが完了しましたら、一旦ブリューは閉じましょう。はい。このようにしましたら、新規プロジェクトを開きます。そして、ファイルからインポートで SRT ファイルを開きます。 このようにして開くと、こんな風に出てきました。ここで、和射を選択できないのは少し改良が必要ですね。一度喋らしてみましょう。はい。強制合成やゆかりネットコネクターの勉強をしたいと思います。はい。このように、今、今日はと次の行がとっても早く動いてしまいました。 ですから、これ、つないでみます。バックスペースでつなぎます。これならどうでしょう。はい。今日は音声合成やゆかりネットコネクターの勉強をしたいと思います。今日はいい天気ですね。でも、とっても寒いです。こんなことを喋りながら見本を作りました。さあ、頑張ってやってみましょう。このように、SRT ファイルを開くと、 一番先頭はもちろん0秒からです。次は7秒で0ゴになって、そして11秒21になり、そして15秒23。このように SRT ファイルというのには時間軸を表現できる機能があります。ちょっと開いてみましょう。SRT ファイルの仕組みというのはこのようになっていまして、 はじめに行番号がありまして、そして開始タイム、終了タイム、文字列、そして一つ開業という4行で一つのセクションになるようなファイル構造をしていますので、ボイスピークに読み込まれたということになるわけです。こうなりましたら、僕が最初に作った生声のトーク動画が同じタイミングでキャラボイスに すぐに変えることができるわけです。今はこのソフトには Web ファイルの書き出しなどがありませんが、これを Web ファイルで書き出せたら動画ファイルの僕の声と切り替えをすることができるようになるわけです。キャラボイスの動画を作るのが超時短でできるようになります。これはユカリネットコネクタという音声合成や 自動翻訳のソフト、その仕組みででもできるように色々いろいろ僕の方で相談をしていまして前からこのようなことがずっとしたくて待ち望んでいました。ボイスピークにも字幕ファイルを読み込める機能ができてとっても便利になったと思います。これを OBS などに録画、録音してですね新しくキャラ動画を作っていくと とっても素早くできるようになるわけです。ぜひともこれからのこの音声合成技術に期待してみたいと思います。村長でした。